こんにちは、アソニーです。今日はゆるく開封していきたいと思いますけれども、スイッチポット届きました。もう軽く半年以上前にクラウドファンディングのキックスターターで支援を募っていたもので、当時、ピーター・マッキノンをはじめもう名だたる有名海外 YouTuber がこぞってこれプロモーションに参加していたんですよ。で、それですごい欲しくなって思わずポチっちゃったんですけれども、キックスターターってこう良し悪しがあってですね、もちろん早く注文することで、少し割安に買えるっていうメリットもあるんですが、ずいぶん時間が経ってから届くもんですから、もう手に入れた時にはちょっと熱が冷めてるみたいな、ところがあるんですよね。まあ物にもよりますけれども。なので、まあ今日はのんびりと、開封していきたいと思います。箱はこんな感じになってまして、裏に使い方みたいなのが書いてますね。で、からパカッと開けるとこういう風に、はい、入ってます。ここにメイドバイクリエイターズフォークリエイターズと書いてますね。もうちょっと重いかと思ったんですけど、なかなか絶妙な重さですね。もちろん合成感を実現するためにある程度の重さは必要ですけれども、かといって重すぎてもダメですしね。これをこうやって展開する。これどうやったらいいのかな。なんかね、動画を見てると、なんかみなさんかっこよくこう展開して元に戻してっていうのやってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。こうか。まあ悪くないんじゃないですかね。レオフォトのミニ三脚 MT-03 と比べるとこれぐらい高さが違いますね。自由運台乗っけると、で、これは、上からも回して、で、下からここでキュイッと締めるんですね。これぐらい高さが違うので、まあ、10センチぐらいですかね。余談ですけど、この MT-03 のミニ三脚すごく気に入ってるんですが、正直ね、この三脚以上に自由運台がめっちゃ気に入ってます。これすんごいピタッと止まるんですよ。この小ささでほんと合成感高いんですよね。なので私はこの組み合わせで使うかな。はい、こんな感じです。で、カメラを乗っけると、これは今 GH4 に8-18mm。のレンズをつけてますので、結構な重量感ありますが、全然余裕。普通この三脚の足の一つを、こうやって、レンズの後軸上に持っていくと、普段安定するって言いますけれども、これはもちろん安定しますし、足のないところに持ってきても、全然まだ余裕ありますね。で、こうか。こうした時に、こうやって自撮りしてくださいねっていうことなんですけど、まあまあしんどいですね。はい。まあでも腕をそんなにめっちゃ突っ張らなくても、そこそこ曲げてれば超広角レンズを使えば全然いけますね。ああ、でもやっぱりちょっとプルプルするかな。この組み合わせでは私の腕力ではちょっと厳しいですね。こっから置きたいときには、で、ピタッと。これでもね、なるほどね。これはね、正直ちょっとおすすめできないですね。こうやって開いた時に、すごい遊びがあるんですよ。ゆるゆる。これロックとかできないのかな？こうやって持ってる分には全然いいんですけれども、こうやって開いて、置いたときに、ちょっとしたことでガタガタ揺れますね。ちょっといまいちかな。わかりますかね？この開き切った状態で、なんかどっち方向にも遊びがあるんですよ。なんかこう、カチッとはまるわけではないんですね。
一応他の特徴も言っておくと、ここにネジ穴が2つあるんですよね。なのでこういった、アクセサリー関係をつければですね、なんか、ライトとか、マイクとかアクションカムとかっていうのをつけることができますよね。こんな感じで、うん、でこうすれば、まあ悪くはないんですけどね。まあまあ、スイッチポッド、勢いで買っちゃったけど、そんなにおすすめでもないですよっていう話でした。私、キックスターターで多分80ドル前後ぐらいで買ったんですけど、今は99ドルかな。まあ1万円以上の値段を出して買うほどでもないかなと思います。そんな小話でございました。それでは。やっぱりレオフォトの方が断然いいです。軽さ、剛性感、カチッとした感じ。で、持つ時の長さもそんなに変わるわけでもないので、うん、これね、やっぱいいっすわ。